99代ブリトニア皇帝ルルーシュビ・ブリトニアです。なんとルルーシュ、本当に生きていた？そうです、姉上、地獄の底から舞い戻ってきました。よかったよルルーシュ、ナナリーが見つかった時にもしかしたらと思ったけど、しかしいささか冗談が過ぎるんじゃないか。そこは父上の。第98代皇帝シャルルジ・ブリトニアは私が殺した。はよって、次の皇帝には私がなる。何言ってんの、ありえない。あの知れ物を排除しなさい。皇帝陛下を刺客した滞在人です。スザク、どうして？紹介しよう、我が騎士クルルギスザク。彼にはランズを超えるランズとしてナイト・オブ・ゼロの称号を与える。あの方とスザクは。いけないよルルーシェ、ブルルギ教も国際中継でこんな悪ふざけを。そうですか、では分かりやすくお話ししましょう。我を認めよ。だからそんな冗談はもうやめないと。イエス・ユア・マジェスティ。オールハイル・ルルーシェ。それでは始めましょうか。愚かな王輩と第一王女の弾劾裁判を。女王よ、何故このような暴挙に出るのだ。お前らしくはない。まさかお前も盾の悪魔に洗脳されて。盾の勇者様にそのような能力はありません。ママひどいわ、こんなのあんまりよ。なんなの。裁判の公正を期すため一時的にドレーモンを刻みます。ママそこからか。この度の一連の事件、偽りの性武器を所持し世界の救世主である至聖勇者の抹殺を目論んだ三遊教教皇はその場で討ち取りました。忌まわしいことに王と第一王女も三遊教と結託していたのです。これについて何考えてみりゃそうか。そこまでして盾の勇者を。これでお分かりになったでしょう。この者たちが王族という身分でありながら、いかに卑しく汚い手を使い何ら実績を示すこともなく、対立する者たちを貶め己がためだけに権力を手に入れようとしていたか。違う、私は。判決を言い渡します。オルト・クレイ・メルロ・マルク32世およびマルティ・メルロ・マルクは大逆罪、
国家反逆共謀罪によりその王位を剥奪、しかる後に死刑に処す。死刑だって言うんですか。刑の執行は即日、今この時。滞在人たちの最後を我が国民に見せしめるのです。これより滞在人を斬首刑に処す。国を、国民を欺いた者は万死に値する。何もない世界、誰もいない世界、自由の世界。自由？何者にも束縛されない自由の世界だよ。これが自由？そう、自由の世界。その代わりに何もない。僕が考えない限り。そう、あなたが考えない限り。そんな、どうしたらいいのか分かんないよ。不安なのね。自分のイメージがないのね。漠然としすぎてる。何もつかめない世界。君の好きにしていい世界。けどあなたは不安なのね。どうしたらいいのかわからないのかね。どうしたらいいんですか。不自由をやろう。ほら、これで天地ができたわ。でもこれで自由が一つ消えた。あなたは地に立たなければならない。だが君は安心する。自分の心が少し楽になったから。そして歩いてみる。それはあなたの意志。これは僕の意志。世界に地が存在するのはあなたの周りの世界。せやけどお前は自由に動けるんや。その気になれば世界の位置を変えることもできるさ。そして世界の位置も常に同じところではないの。時の流れとともに変わっていくものさ。君自身も変わることができる。お前をかたどっているのはお前自身の心とその周りの世界だからな。だってこれはあなたの世界ですもの。あなたが捉えている現実の形なのよ。これは何もない空間、何もない世界。僕の他には何もない世界。僕がよくわからなくなっていく。自分がなくなっていく感じ。僕という存在が消えていく。ここにはあなたしかいないからよ。僕しかいないから。自分以外の存在がないとあなたは自分の形がわからないからよ。自分の形。そう、他の人の形を見ることで自分の形を知っている。他の人との壁を見ることで自分の形をイメージしている。あなたは他の人がいないと自分が見えないの。他の人がいるから自分がいられるんじゃないか。一人はどこまで行っても一人じゃないか。世界はみんな僕だけだ。他人との違いを認識することで自分をかたどっているのね。一番最初の他人は母親。母親はあなたとは違う人間なのよ。そう、僕は僕だ。ただ他の人たちが僕の心の形を作っているのも確かなんだ。そうよ、碇シンジ君。やっとわかったの？バカシンジ。誰もいない世界。自由の世界。自由？何者にも束縛されない自由の世界だよ。これが自由？そう、自由の世界。その代わりに何もない。僕が考えない限り。そう、あなたが考えない限り。そんな、どうしたらいいのか分かんないよ。不安なのね。自分のイメージがないのね。漠然としすぎてる。何もつかめない世界。君の好きにしていい世界。けど、あなたは不安なのね。どうしたらいいのか分からないのかね。どうしたらいいんですか。不自由をやろう。ほら、これで天地ができたわ。でもこれで自由が一つ消えた。あなたは地に立たなければならない。だが、君は安心する。自分の心が少し楽になったから。そして歩いてみる。それはあなたの意志。これは僕の意志。世界に地が存在するのはあなたの周りの世界。せやけど、お前は自由に動けるんや。その気になれば世界の位置を変えることもできるさ。そして世界の位置も常に同じところではないの。時の流れとともに変わっていくのさ。君自身も変わることができる。
お前をかたどっているのはお前自身の心とその周りの世界だからな。だってこれはあなたの世界ですもん。あなたが捉えている現実の形なのよ。これは何もない空間、何もない世界。僕の他には何もない世界。僕はよくわからなくなっていく。自分がなくなっていく感じ。僕という存在が消えていく。ここにはあなたしかいないからよ。僕しかいないから。自分以外の存在がないとあなたは自分の形がわからないからよ。自分の形。そう、他の人の形を見ることで自分の形を知っている。他の人との壁を見ることで自分の形をイメージしている。あなたは他の人がいないと自分が見えないの。他の人がいるから自分がいられるんじゃないか。一人はどこまで行っても一人じゃないか。世界はみんな僕だけだ。他人との違いを認識することで自分をかたどっているのね。一番最初の他人は母親。母親はあなたとは違う人間なのよ。そう、僕は僕だ。ただ他の人たちが僕の心の形を作っているのも確かなんだ。そうよ、碇シンジ君。やっとわかったの？バカシンジ。何もない世界。誰もいない世界。自由の世界。自由？何者にも束縛されない自由の世界だよ。これが自由？そう、自由の世界。その代わりに何もない。僕が考えない限り。そう、あなたが考えない限り。そんな、どうしたらいいのかわかんないよ。不安なのね。自分のイメージがないのね。漠然としすぎて何もつかめない世界。君の好きにしていい世界。けど、あなたは不安なのね。どうしたらいいのかわからないのかね。どうしたらいいんですか？不自由をやろう。ほら、これで天地ができたわ。でもこれで自由が一つ消えた。あなたは地に立たなければならない。だが、君は安心する。自分の心が少し楽になったから。そして歩いてみる。それはあなたの意志。これは僕の意志。世界に地が存在するのはあなたの周りの世界。せやけど、お前は自由に動けるんや。その気になれば世界の位置を変えることもできるさ。そして世界の位置も常に同じところではないの。時の流れとともに変わっていくのさ。君自身も変わることができる。お前をかたどっているのはお前自身の心とその周りの世界だからな。だってこれはあなたの世界ですもん。あなたが捉えている現実の形なのよ。これは何もない空間、何もない世界。僕の他には何もない世界。僕はよくわからなくなっていく。自分がなくなっていく感じ。僕という存在が消えていく。ここにはあなたしかいないからよ。僕しかいないか。自分以外の存在がないとあなたは自分の形がわからないからよ。自分の形。そう、他の人の形を見ることで自分の形を知っている。他の人との壁を見ることで自分の形をイメージしている。あなたは他の人がいないと自分が見えないの。他の人がいるから自分がいられるんじゃないか。一人はどこまで行っても一人じゃないか。世界はみんな僕だけだ。他人との違いを認識することで自分をかたどっているのね。一番最初の他人は母親。母親はあなたとは違う人間なのよ。そう、僕は僕だ。ただ他の人たちが僕の心の形を作っているのも確かなんだ。そうよ、碇シンジ君。やっとわかったの？バカシンジ。違うのか。違う。何者にも関係ない。違うのか。違う。そう、違うのか。その代わりに何もない。僕は考えない。そう、あなたが考えない。そんな、どうしたらいいかわからない。なんだね、自分のイメージがないね。漠然としすぎて何もつかめない。君の好きでいいですか？けど、あなたは不安なのね。どうしたらいいかわからない。どうしたらいいですか？不自由よ。これで自由だ。でもこれで自由が一つ消えた。あなたは地に立たなければならない。だが、君は安心する。自分の心は少し楽だ。こっち歩いてみる。それはあなたの意思。僕の意思。世界に存在するのはあなたの前ですか？せよ、私に動けんや。そのみんな、世界に一番いいことできた。そして、世界に一番いいことできた。僕の前に立っていくのさ。君自身も変わるからいいよ。お前はどういうの？お前自身の心はその前にしたからな。だって、これはあなたの意思。あなたは捉えている現実の形なの。これは、何もないか。